ひばりクラブの方ではですね、今日本の自衛というか防衛をどうするかっていう、まあ、基本的なことをお話してるんですが、まあ、その間に北朝鮮のミサイルが先日ちょっと前ですけども、2発か3発上がりましてね、それでまあいろいろ政府が急いで、ステートメント出してました。このステートメントがですね、政府が悪いのか防衛省が悪いのか自衛隊が悪いのかよく分かりませんが、いずれにしてもそれからまあミサイルが落ちるまでに警告を出さなきゃいけないわけですね。だってミサイルが落ちてきて警告出してもですね、意味がない。これは政治的なものだけになっちゃうんですね。でここが現在の自衛隊の問題点なんですよ。これ自衛隊が悪いってじゃないですよ。自衛隊の人腹立てないでくださいね。自衛隊が悪いってじゃなくて、誰がどういう問題なのかが分かってないっていうか、はっきりしてないっていうことなんですね。もちろん自衛隊の方もそれから防衛省もみんな分かってるんですよ。だけど動けないんですよ。分かってないようにしか動けないんですね。っていうのは簡単に言うとですね、自衛隊は国民を守るために存在するんですよ。国民を守るために存在するっていうことは、ミサイルが上がって落ちてしまってからですね、どうも経済水域、日本の経済水域に落ちなかったようだなんて言ってもらってもですね、もう落ちてくる方は守れないわけですね。日本人を守るってことはどういうことかって言ったら、落ちる前に自衛隊の迎撃ミサイルが、撃ち落としに行けるのか行けないのか。だから簡単に言えば、北朝鮮からミサイルが打ち上がった、それを自衛隊がすぐ計算して、その自衛隊のミサイルの航路から行って日本の EEZ 経済水域に落ちないかどうかを計算して、落ちなければ直ちに、テレビとかそういうのを使って今北朝鮮のミサイルが上空にあって落ちるけども EEZ 県内ではないと、どこに落ちる予想だというふうに言わなきゃいけないですね。それが全然間に合わないかっていうとですね、今度短い工程なんで、上がってから落ちるまで時間が少ない、水平距離から言えば 2,3 分というとこですけど、多分超音速ということでかなり上空まで上がったと思うんですね。上空まで上がったってことは、落ちるまでに、まあ、7、8分から10分ぐらいあったんじゃないか。だからそれをこう、日本としては北朝鮮っていう国が隣にあるときにミサイルで、漁民とかですね、まあ、あるいは観光船なんかに当たらないかどうか、つまり経済水域っていうのは、日本の経済水域の定義はですね、日本の漁船が安全して、漁船ばかりなくていろんなことで海の上で活動する人がいるわけですが、まあ、その人たちが安全に、もちろん安全になんですよ。経済水域ってのはそこで取っていいっていう経済的なことを言ってるだけじゃなくて、もちろん命に危険がないっていうことは経済水域の前にあることですからね。ですから経済水域であるってことは、命は安全であると、日本人の命が安全に保つために自衛隊がいると、こういうことですからね。だから不可能なら不可能と言わなきゃいけないですね。例えばミサイルが上がっても、日本はその北朝鮮の監視をしてないから、アメリカ軍か韓国軍から情報を得て、その情報に基づいて計算をしてやるっていうのは時間が30分かかるから、実際に北朝鮮のミサイルで日本の漁船が危ないかどうかは、もう日本は計算することできませんと。したがってこの領域は経済水域ではあるけれども、北朝鮮のミサイルで死ぬことはありますよって言わなきゃいけないんですよ。それ言ってませんけどね。だからここに問題があるわけです。じゃあこれを自衛隊の責任かというと、自衛隊の人は必ずこう言いますね。これはもう僕も何回も議論してるんですが、それは文民統制だから、だから文官が言わなきゃダメなんだ、まあ大臣とか、それから自衛隊の中枢部にいる文官ですね、それが言わなきゃいけないということは、どういうことかっていうと、あらかじめ決めとかなきゃいけないってことなんですよ。大臣もですね、もう時間がないと、自分もトイレに行ってる時もあるから、間に合わないから、北朝鮮からミサイルが上がったら瞬間的にそれをどうするどうすると、それどうしたら日本人を守れるのかってことを決めとかなきゃいけないですね。そうしなきゃ、こういった時間ではダメなんですよ。
それはどこの国もそうで、隣国からの攻撃で、自分の国の周りにいる人たちが死なないように体制を取っておくってことは大切なんですね。ところがマスコミなんかの論調を見ますとね、本当にひどい話で、事実を後から1時間後ぐらいに説明してですね、経済水域に落ちなかったって言ってるんですよ。落ちなかったって、落ちなかったっていう表現では厳しく言うとですよ、厳しく言うと自衛隊の意義はないんですよ。自衛隊の人に何のためにいるのって、国民を守るためだってるわけですよ。守るためってのは死んだ後でもいいんですかって、いや死ぬ前にやらないと守ることになりませんよと。じゃあ北朝鮮のミサイルは守れますか、いや守れませんと。じゃあ何が守れるんですか、アメリカからのミサイルとかロシアからのミサイル、中国からのミサイルは、守れるんですか、いや守れませんと。じゃあ何を守るんですか、いや全部守れません。じゃあ国民を守る自衛隊とはどういうことなんですか。これはね、実は仮想の問題じゃないんですよ。北朝鮮による拉致ですね、横田めぐみさんとかそういう拉致の時も、実は自衛隊は守ることができなかったんですよ。できないってのはどういうことかって言ったら、自衛隊の軍隊だとか自衛隊員が守れないんじゃないんです。日本社会が守れないようにしているんですね。だから自衛隊だけを非難しちゃいけないんですが、僕はやや声は自衛隊を非難するんですが、どうすく自衛隊を非難しないと自衛隊が守れないよって言ってくれないんですよ。じゃあ守れないよって言ってくれたら、初めてそこでなんで守れないのって聞けるんですね。そしたら自衛隊は守りますよ、命をかけても守りますよ。だけども日本社会が守らなくていいと言ったら自衛隊は出ていけませんからねと、こう言ってくれるんで、そうすると日本社会に対して誰が自衛隊を守るなと言ってるんだって言ったら、例えば立憲民主党であるとか、名前が昔だったら日本社会党であるとか出てくるわけですよ。じゃあ日本社会党はなんで日本国民を守らないのって言うと、日本社会党はですね、昔の日本社会党は、いやそれは平和憲法があるからだとこう言いますよ。じゃあ、だけども日本社会党は首相になった村山さんが、自衛隊の観艦式出てるじゃないですかと。それからあの時に自衛隊は認めるって言ってるじゃないですかと。自衛隊認めて自衛隊が国民を守らないっつったら、自衛隊何のためにあるんですかと、税金使うためにあるんですかって追求しなきゃいけませんね。ですからこのことを一回やらないとですね、横田めぐみさん、もちろん横田めぐみさんものすごくかわいそうで、もうひどい話で、もう日本国民がもう日本国民として情けない限りなんですが、その問題を詰めていくことができないんですよ。それで私はね、今度参政党でですね、参政党コンセンサスのを作ったらいいんじゃないかと思ってはいます。いやまだ参政党の人たちに話してるわけじゃないんですよ。私の希望ですよ、これ。それは自衛隊は日本人を守ると、こういうコンセンサスを作りたいわけですよ。当たり前じゃないかっていうけど、今はですね、自衛隊は日本人を守ることができないんですよ。自衛隊の人がいかに英雄的であり、自衛隊の設備が装備がすごく優れてても日本人を守るってことはできないんですよ。なんでかったら、立憲民主党がいるからとも言えるし、共産党がいるからとも言えるんですが、コンセンサスが取れないんですよ。それから朝日新聞がいて NHK がいるから動きが取れないんですね。全員が動きが取れなくて、なんかあれになっちゃってるんですよ。なんかこうなんて、金縛り状態になっちゃってるんですよ。金縛り状態になってるということで、結局マスコミはどういう報道をしたかっていうと、なぜこの時期にミサイルを上げたのかという、北朝鮮の主席かなんかの心理状態の解析なんかやってるんですよ。心理状態の解析をやったら日本人が守れるのかってことなんですよ。だから私は参政党コンセンサスを作って、自衛隊は日本人を守る、自衛隊はとにかく日本人を守るんだ、経済水域に及ぶとですね、まあ外国にいても本当は守らなきゃいけないんですけど、まあ日本の領土の中、もしくは日本の経済水域の中にいる日本人が外国のミサイルとか鉄砲とかそういうもので死ぬってことがないと、それは自衛隊が守りますよと、そのために自衛隊はいるんですよってことをはっきりしたいんですね。まあ、これにはね、議論が必要です。思わぬ議論が来ますよ。朝日新聞が一回言ったことありますね。いや1回ぐらいミサイルが落ちて誰か死んだっていいんじゃないの、2回目が来なければって言ったことがあるんですよ、朝日新聞の人がですね。だからそういうことを大っぴらに言うっていうことは、結局日本人、自衛隊は日本人を守るっていうコンセンサスが日本国民ができてないってことなんですよ。これはもう有意義ことでね
じゃあなんで自衛隊に、自衛隊はどうすんの、いやまあ1000人ぐらい日本人が死ぬまではいいですよ、いやまあ、北朝鮮における拉致問題を見てるとどうもそういう感じですよね。何人拉致されたら自衛隊動くの、いやずっと動けませんと。なんで動けないの、いや日本社会党がおりましたから。それではですねやっぱり自衛問題が少ないのでやっぱり日本人を守るという参政党コンセンサスっていうそういうのをですね作っていってもらいたいなと思っております。